皆さんこんばんは。こんばんは。投稿会談会でございますけども。はい、始まりましたね。もう真夏ですよ。暑いですよね、真夏。うん。40度って。はいはいはい。どうですか、街歩いてて。うわ、すごい。ゲボ吐きます。暑さもね、去ることながらね、やっぱ東京のね、暑さっていうのはね、こう湿気を伴うんですよ。はい。不快感が強いと、はいはいはい。これが海辺とかになってくると、はい、潮混じりでね、はい、意外とカラッとして、カラッとしてるのかな、海辺の空気って。いや。そうだよね。海辺の方が、なんか潮を混じって、例えを間違えさせていただきました。怖い、怖いですね。あ、いて、いて、いて。え、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 なになになに、何？あ、なんか、無視させられてる。なんだよ。ちょ、待って、なんで急に、なんで急に発症してきたの？なんか血出てる。ええー、その話しよう。これ、どうしたこれ。これなんか身に覚えあるの？いや、なんか痒いなぁと思って。うん。いや、これね。これ膨らんでると思って。これ多分何か、あ、多分あれでしょ、海辺の近くだから。海辺の近くはいろいろいるから、ブヨとかいるから、そうね。ほんと刺された恐れあるよ、そんなもの。そうです、夏休み明けなんで。そうでしょ、ね、行ってきたんでしょ。そうなんですけど。どうでしたか、夏のあれは。いや、まあまあまあ、うん、普通に家族サービスと言いますか。おはい、もうね、普通に子供たちと一緒に海ではしゃぎ。うん、海ではしゃぎ。プールではしゃぎ。なんか海でのああいうのやるんですか、スイカ割りじゃないけど、なんか遊びみたいなのやったの。スイカ割りはできないけど。できないの、なるほど。でもね、うちの息子4歳なんですけど、はいはい、水全然怖がんないんですよ。あら。浮き輪ね、うん、浮き輪つけてこうね、はいはい、つけるじゃないですか。つけるよ。せーの、はい、飛び込むんですよ。マジで。だから怖くないの。全然怖がってないから、うん、目離したら死ぬ。いや、危ないよ。だって経験あるだろう、今日ノブだって離岸流に一回やられてるから、そういうのとかでバーって行っちゃう可能性もあるもんね。いや、そうなんですよ、ね、だから水泳習わせようかなとか思ってますよ。あ、それはでもいいんじゃん、水を怖がらないって大事なことだからね。そうそうそう、運動神経良さそうなんでね。はい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 。なんか気づいたら体操とかやらせても面白そうかなと思って。何かで才能が発揮するかもしれない。発揮するかなと思いつつ、はいはい、まあ投稿会談会でございますけども、いいですね、うん、まずはですね、牛田モーモーから来てますね。牛田モーモーさんじゃないですか、なんですか、よっぽど怖い会議を持ってきてくれたんでしょうね。いいですよ。何ですか。七不思議さんは前世はあると思いますか。あ、問いかけから導入、問いかけパターンですね。いいね、牛田。いいよ。嫌ですね。聞きましょう。前世があると思いますかと、うん。私はよく不思議な夢を見るんです、うん。その中でも心に残っている夢のお話をします。はい。夢なんか。いやいや、でも心に残ってるからだから。相当すごいから、ここから。おう、俺はモーモーの肩を持ってる。大丈夫ですか。だいぶも大丈夫です、大丈夫。いきますね。はいはい。高校生の頃、自分の前世を見る方法を試してみたんです。うん、そのやり方は寝る前に自分の成長の過程を振り返っていくというやり方なんです。例えば中学生の頃、小学生の頃、うん、幼稚園の頃、徐々に昔の記憶を思い出していき、具体的にその時のシーンやその時の気持ちを思い出すんです、はい、そして親のお腹に入るまでこう遡った時に、はあ、階段をイメージして、うん、その階段の一番上にある扉を開くんです。うん、面白いな、ちょっと、うん。私はこのやり方、試しました。はい。一回で成功することは難しかったので、数回試しました、はあ。扉の前までたどり着くことができたんです。うん、その時に、その先には行かない方がいい。そういう声が頭の中で聞こえました、はい。同時にすごく不安になりました。しかし私は前世が気になっていたので、その扉覗いたのです、うん。そこから見えたもの、それは赤い煙でした、熱気もありました。扉を開くことができなくなってしまいました、うん。ここまで覚えてるんですけども、この先の記憶は全く残っていないんです。後日これについて自分で考えたんですけども、うん、あの景色、空襲じゃないかと思ったんです。なるほどね。というのも私は昔から戦争の映画やアニメがすごく苦手で、はい、戦争ものを見ると夢に出てくるんです。まだそういう映像が流れているだけでも大泣きしていたと親からも聞いています。ヘリコプターの音も怖いと感じてしまいます、うんうん、この夢は本当に前世だったのでしょうか。七不思議さん、どう思われますか、うん、ちなみにこの後からよく金縛りに遭うようになってしまいました。何か関係があるんでしょうか、ということなんですけども、熱波みたいなものが、多分その空襲とか焼夷弾とかね、うん、落ちた後の何かで困っていた時の自分の感覚、うんうん、まあそうだと言い切れはしないですけれども、うん、その方法論みたいなものが
僕は初めて聞いたんで。俺も初めてやね。うん。うん、でも、お母さんのお腹に入ってるところまでたどり着くのって結構難しいなって思ったんだけど。確かに。うん。だって幼稚園の頃の時まではなんとなく思い出せるけど。幼稚園の記憶って結構残ってます？映像で頭出てきます。あ、映像出てくる俺は。その前は3歳。もうないかも。ないね。うん、だから3歳ぐらいまでよね。多分ね。そうだね。それ4歳とかかな。だから俺は幼稚園の頃の映像は鉄棒の近くで、うん、好きな女の子が近くにいるから、うん、この子にかっこいい前回りを見せようって思ってるのを、うん、映像は残ってる、はい。だからなんかいい格好したいみたいなところが、はいはい、多分自分の一番最後の記憶です、ね、その前がね、どうしても出てこないですけどね。だからこれが本当にね、前世見れる、うん、はい、方法だとしたら、ちょっと皆さんもぜひやってみてね、うん。そう、だから俺もその扉の中見てみたいの、うん。開けてみて、舞台で打ちひしがれてる、なんか、男とかで。前世も滑ってたんだ。前世も滑ってたんかいってなんだ。今世はトントンだろ、まあまあ。リアル。いや、リアルじゃないよ。まあまあ受けた時もあったよ。うん。嫌です、ね。まあまあ嫌ですね。続きまして、はい、最強のママになりたいさんからいただきました。ありがとうございます。この話は実家の話なんですけども、うん、今も両親が離婚してて、で、その実家出てしまったんですけども、うん、ややこしいので、ちょっともう実家っていうくくりにさせてください。しし、はい、で、以前投稿をした内容も、うん、実家について、はい、投稿いただいてるんですけども、うん、4人、兄弟で、で、全員が後ろから追っかけられる気がする。うん、そういった場所が あるみたいなね、はいはいはい。4人全員ひたすら嫌な場所があるんですよ、うんうん。で、亡くなった知り合いのおじさんが玄関のドアを開けてくる。うん、全員揃っていても1人多くないと毎回兄弟全員が思う。今のすりガラス越しに白い何かが横切る。ポルターガイストは日常茶飯事。亡くなった飼い犬がフローリングを歩く音が聞こえる。音源のわからない水の滴る音。どこを探してもどんだけ観察しても水は、ね、滴ってないんですけども。特にパンチが強かったのは、兄弟全員近寄りたくない場所とポルターガイスト、はい。本当にポルターガイストがよく起きる家だったんです。そうなんだ。柳かな程度の勘違いで済まされる程度のものから、うん、パン！風船が、割れた音みたいな。めっちゃびっくりするよ、そんな家だと。夜中にトイレで起きて、水でもね、ちょっとついでに飲もうかなと、うん、今の部屋のドアを開けようものなら、ほぼ 100% の確率でバーンってなってたよ。すげえやじゃん、そんな家。テンションめちゃくちゃ下がる、超引っ越してえわ。まだ小さい柳程度のものであれば、スルーできるんですけども。いや、もう、バーン！いや、もう、ええー。桁だけじゃんかよ。嫌ですよね。いや、すっげえ嫌ですね。で、一番ひどかったのが、今のドアを開けると同時に、パン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 、いや、アクセルホッパーさんですかって。ポン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 ねって、やっぱポンポン、スポポンって言っちゃダメだよ、もう。大なり小なり様々な音が鳴った時もあったと。怖すぎますね。で、原因がわからればもやもやし続けてしまうと。で、まあでもこれだけやから、恐怖を抱くのもちょっとね、またちょっと違うなとも思ってみたりとか。はいはいはい。で、私は平時を見渡してみたり、理不尽ななり方をするポルターガイストに怖いよりムカついたりね。はいはいはい。ねえ、さすがに怖いんだけどと、ね、怒鳴ったこともありますと。うん、すると、嘘だろってほど一瞬でシーンってなるんです。言うこと聞くのやっぱ。でも、ちょっと反発してるやつも多分混じってんのか。パン。いや、パン。ちょっと勢い少なくなってんすか。いやいやいや。パンパン。いや、ポンと言うじゃん。ポンって言ったじゃん。ポンポンポン。いやいや、ちょっと凹んでるアクセルホッパーさんがいるみたいな感じになってるじゃん、それだったら。なんですって。はいはい。で、なんなんつって。うん。なんなのつって。うん。より詰めたんですよ。はいはいはい。そしたら静寂に包まれたんです。へぇ。結局そのポルターガイストが、何を伝えたいのかちょっと分からなくて、大して怖くもないんですけども、ただ、その後は風船が割れる音は一切鳴らなくなったんですって。で、初めて、この家で見たものは8歳ぐらいの時なんですけども、うん、電気の周りでくるくる回っていたオレンジの人玉なんです。
でもまあ人玉なのか何なのかちょっと分かんないんですけど、その頃の知識で言うと人玉だったと認識したんですけども、うん、今思い出しても誰が見ても人玉って言うんじゃないかなと思ってますと、うん、なるほど、2体いましたと、追いかけっこするような感じですと、ただ私8歳でした、うん、怖かったんですと、うん、すぐそばにいた親に伝えるとめっちゃ笑われて、うん、寝ぼけてるね、可愛いねとバカにされたのですごい悲しかったのを覚えてます。悔しいねこれはね、っていうね、うん、ようなことが起きる実家だったんですって。何なんでしょうね、うん、ポルターガイストっていうのは何をしたいんでしょうね。だから結局姿を表せることができないぐらい弱いやつだと思うんですよ。なるほどね。あと思いがそこまで強くないとか、うん、まあ、簡単にもう言うと弱い幽霊。弱い霊ね。で、最大級のできるアピールが、うん、パーンなんじゃないですか。うわ弱何それやめろお前そんなに。やるなじゃそんなんだったら。もっとこう、霊力を高め、すごいなっていうのができるようになってから舞台来いよ。終わりじゃない。オーディション来いよ。だから、もうそのね、貞子的なさ、うわーってテレビから出てくるとか。ガン強。ねえ。ガン強やから。貞子さんすごいっすわーって、やっぱいつもポルターガイスト思ってるわけですよ。ああ、なりたいんすよねー。自分の映像を見せただけで、自分の呪い行くから。すごい、ピン芸として強いよね。いや、強いよ。でもそれに比べてパンしかできない。できない。皿とかを遠くに投げたりとね。それできんねったらまだ強いんじゃない？ああ。物理かましてるから。4、5年やったらそんぐらいできるようになるんだ。なんでお笑いで考えてやっぱ俺、これぐらいできるようになったわ、みたいな。まあ、あるんでしょうね。続きまして、はい、ちびはなさんからいただきました。はい。前回投稿いただいた時に、うん、合宿に行った時に肝試しみたいな話を投稿いただいたんですけど、はい、それ以降を心霊体験するようになったんですと、これはその合宿行ってから3ヶ月後ぐらいだったと思います、うん、今まで何事もなく住んでいたアパートに高校の時の同級生 Y が泊まりに来たことがあるんですけども、うん、Y 霊感強くてですね、ドアの前に立ち止まった瞬間にここ大丈夫って言ったんですって、うん、で別に何もないからね、うん、いやクーラーはないけど快適だよっつって快適なのかなそれ、クーラーなかったんですと、ね、なるほど。で久しぶりに会ったこともあって深夜2時頃まで酒を飲んでそろそろ寝るかっていうね、うんうん、感じになったんですけど、私は何事もなく朝まで寝ました。ただ Y は朝目真っ赤っかにして、うん、いつもしてねえんだみたいなこと言うんですって。で何があったか聞いてみると、仰向けで寝ていたら金縛り、やっと溶けてまた寝ようと今度はうつ伏せで寝た、うん、そしたら背中に何かが乗っかってきて、あら、両手首をグッて掴まれて、うん、首筋から背中にかけて誰かのね、うん、顎が何回もこう押し付けられると、顎を押し付けてくる、顎を押し付けてくる、マニアックですね。なんかで、うん、この時はどのぐらいの時間そうされていたのかわからないですけども、うん、30年ぐらい経った今でもその感触忘れられないんだと。でそんな話を聞いて一人で寝るのがちょっと怖くなって、うん、テレビこうタイマーでね、うん、つけてこうタイマーで設定しながら寝るのが習慣になったと。なるほど。である夜午前3時頃目が覚めた時、うん、不思議なことにタイマーでもう消えているはずのテレビがですね、砂嵐の状態でザーってなってる。で、あーテレビつけっぱなしやな、その瞬間後ろに気配感じる、うん、振り向いてはいないのにその後ろにいる気配、白いワンピースを着た女だなって思ったんです。なんでわかるんでしょうね。確認するの怖くてそのまま立ち上がって電気をつけて、で部屋が明るくなると気配が消えました。あれは一体何だったのか。アパートは事故物件というわけでもないし、うん、なぜ今になって同級生も私もこの体験をするんだろうと不思議でなりません。このように理由も原因もわからない出来事が今でもたまにあるんです。何かを連れてきてしまっているんでしょうか。モヤモヤしたままですと、うん、そんなお話ですね。だからその家に何もないとかね、土地に何もないってなってくるとご自身がひっつけてきちゃってる可能性が高いんでしょうか。でも背中に、うん、顎、手首、だからうつ伏せで寝てたってことなのかな。そう、うつ伏せで寝てて、うつ伏せで寝てて、最初は仰向けやったら金縛りやから、はいはいはい、うわっとしなっつって、うつ伏せになったら手首をグッてやってきて、なんなんだよこれが、意味が分かんないんだよそのこうすることがこう、そうするお前のメリットなんなん。いや、それマジで。なんか、乗せたかったんだ、ね。このヒゲの部分のジョリジョリをこう何、子供にやるやつ。子供にやるやつ
俺よく昔おじにやられたけど、今思うとね。とか？まあ、それぐらいしかないじゃないですか。理論だってないんだよね、この幽霊、基本的にね。あなたの目的は何だ？そういうのをはっきりさせて、出てきておいで。出てきておいで。これからはね。霊力弱いんでしょ？そう、あ、この方も弱いのか。弱いんでしょ。それしかできないの？だから、人に干渉できる部分が、顎しかない。そこしかねえのか、なんかポイントが。顎しかない。ここめっちゃ霊力強い。ここだけ。いや、こんなんじゃ、だから、霊力強いって具体的に何ができんだよ、ここの。霊力が強いからって言って。こうやってここの部分が冷たいの？ヒヤッとするの？ごめんって。ごめんって。だって霊力はないじゃん、こんなとこは、もうさ。顎の温度低いだけじゃねえか、さっきのお前ってことになってきちゃうな、これは。嫌ですね。嫌ですよね。続きまして、木月ねねさんからいただきました。木月ねねさん。はい。私は現在54歳の女性ですと。はい。現在仕事してなくて、自分と5匹の猫とで、公団住宅の一室で一人暮らししてるんですけども、はいはい。一人、はてな、暮らししていますっていう書き方されてて、ああ、なるほど。なんで、この一人にはてなをつけたかと、つけたかというと、うん、自分は一人だと思ってるんですけども、自分の中ではもう一人いると感じてるんです。あ、そういう表現のことなんだ。いろいろと今まで体験してきているので、うん、自分の命が尽きるまで自分の体験をしたことを七不思議さんにお伝えしていこうと思っているんですけども、はいはい、初めての投稿は簡単に短いやつを一つちょっと聞いてくださいと、はいはい、自室で一人寝ていると金縛りに遭いました、うん、小さな男の子が私を起こそうとしてきます。ベッドで寝ていると頭の方は壁についてるんですけども、ベッドの周りをくるくる走り回ったり、うん、自分の上に乗ってきたり、うん、体も顔も完全にいつも一緒で悪意は感じないんですけども、うん、ただ一つだけ言えるのは、うん、その子白黒なんです。あ、なるほど。自分の見ている風景は色ついているのに、あ、まあ、不思議に見えるよね。そうで、悪意は感じないですけども、はい、必ず玄関の鍵が開いてるんですって。なのでもしかしたらその出てきた子供、玄関の鍵閉め忘れてるよって教えてくれた幽霊なんじゃないかなって思ってるんです。なるほど。その子が開けたんではなくってことだよね、はい、みたいな感じですよね。でもこれが今の木月さんの中では導入になってると、うん、そう、ここからいろんなことがありましてっていうところを、ね、お楽しみください、ね、今後も楽しみにしててくださいと、ね、注目させていただきたいと思います。では、はい、最後ですね、はい、風花さんからいただきました。風花さん、最初に勤めた会社を、まあいろいろあって30の時に退職して、うん、その後派遣の仕事を繰り返してるんですけども、あるコールセンターにいた時の体験談聞いてください。コールセンター、まあコールセンターだからね、いろんな人が働いてる場所で、はい、あの人は今日休みなんだな、あの人初めて見る人だな、うん、そんな感情を持ちながら働いていました、うん、マスクのね、こう制限が解除される前のコロナ禍だったので、うん、みんなマスクをつけて電話業務してたんですけども、指定された席に座ってどんなお客さんからかかってくるのかなとドキドキしながら待っていると、うん、私の目の前に座ってる人、仮に A さんとしますけども、 A さんの電話がプルルってなったんですね、うん、で A さんが電話の応対をしているのをぼーっと見てたんですけども、マスクで隠れているはずの口元、うん、マスクの上に霞がかるというか煙みたいなのがブワーって出てきて、うん、で吐息あるじゃないですか、雪の中とかで、ね、吐く、うん、ね、白くなる、そう、うん、桑田佳祐のさ、いやいや、白い恋人たちの、白い恋人たちの時の、その時のっていうのはおかしいから、その時みたいのでいいじゃん。ね、その時のやつ。いや、その時のやつは、桑田佳祐さんしか出せないんだから、それはね。うん。こうね、吹きに向かっていくぞーっていうの時のやつは、あれめっちゃすごいね。あれはすごい、ものすごい、ものすごい人間に出るんだなと思うんですけど、あれです。あれ、まあ、あれだってことしよう、じゃあ、それは。でも、うん、白じゃないんですよ。え？赤いんですって。で、ヘッドセットをつけて電話を取っているため内容わからないんですけども、うん、普段より少しまあまあ言葉遣いがちょっと強くてね、はい、声量も大きかったと、はい、でだから相手がクレーマーでね、いや大変申し訳ないんですけどみたいな感じになってたんでしょうね、うん、っていうのになってると。ですが口元に見えるその霞の色が徐々にはっきりとした赤に変わっていきました。あ、これ面白いね。最初に見えた霞の時点で違和感だったんですけども、より鮮明な赤に変わりました、はいはいはい、その後も目の前に座った人に限った話じゃないんですけども、おうおう、人の口元にその霞見えることがあるんです、
はい、私自身も電話取るので周囲をのんびりと見回してる余裕ないんですけども、うん、目につく範囲でさまざまな人を見るようになりました。赤だけじゃなかったんです。わ、青を出す人、黄色を出す人、黒い息を出す人。いや、グレーとムタの毒斬り見たくなってるじゃないですか。だからね、うん、こういや、それはグレーと歌舞伎なんですよ、これは。これ、いやいやいや、右手をこうやるとグレーと歌舞伎の毒斬りの出し方なんで、グレーとムタって僕言ったんでね。一緒ですよ、出してるものはほとんど。ムタはこうですから。はい、うん。そろそろとね、これと歌舞伎だからね。これ皆さんよく覚えておいて、これは。でね、はい、ある同期、K さんっていう人がいたんですけど、うんうん、まあ、ちょっとおしゃべりしながらね、うん、ああ、電話かかってきたみたいな感じで。うん、で、仲良かったので、どんな電話だったのみたいなね、話をね、うん、こうするんですけど、うん、そのうちの一本だったと記憶しています。はい、電話が鳴りまして、話を手で制止されて、K さんが、お電話ありがとうございます。〇〇の〇〇です。で、名乗るじゃないですか。その直後、口元、こうね、霞がかってたんですけど、うんうん、K さんの口元から出てきたのが黒い霞だね。黒。うん、で、はい、はい、ってこうね、繰り返す K さん。うん、で、多少どんな感じかっていうのは、このね、うん、語気の強さでわかるから、うん、ね、その後に失礼いたしました。大変申し訳ございませんっつって、ね。で、今までは、これね、霞がかってるけど、うん、この霞がかってるのを透けた感じでマスク見えてるんですけど、はいはい、この K さんの今回のパターンって違くて、口元を闇が覆ってるみたいになってるんですよ。闇マスクだもん。闇マスクになってるんですよ。闇マスクとは。いやいや、だから、いいじゃない、流れで。これ、これ、こういうことでね、闇のマスクをしたようになってるじゃないですか、これは。で、さすがに、これはちょっと気持ち悪いなと思って、うん、K さんが電話終わった後に話聞いてみたんですよね。はいはい、どんな電話だったんですかつって、うん。そしたら、名乗った直後に開口一番死ねって言われたんですって。で、申し訳ありません。私どもの案内に間違いがあれば、みたいなね。相手がクレーマーなのかわからないですけども、そう伝えて、改めて電話をいただいた経緯内容を伺おうとしたんですけども、なこといいから死ねよ、てめえ、みたいなこと言うんですって。最低ですね。で、お客様何か至らぬところがあったらおっしゃってください、みたいなことを言ったんですけど、死ねとしか返ってこなくて、なんだこいつって K さん思ったんですって、はいはい。で、話が通じる相手じゃないと悟ったのか、はい、私の声が届いてないようですので切りますね、みたいな感じで切ったんですけども、はいはいはい、上席に報告に行く前に私が引き止めてしまう話を聞いたという状況で、うん、ごめん、報告に行ってくるわと、ね、うんうん、席を立って。ね、で、感情の色なのか何なのかわからないですけど、口元に見える霞の色、はい、その時の、その人の表に出ない何かが、色をなして、これは珍しいですよ。口から出てきてるんじゃないかなと。そうでしょうね。ええ、ちなみにこの口元の霞は今でも見えてるんです。ああ、そうなんですか。ええ、さらにですが、うん、怪談の朗読のチャンネルを開設して活動してるんですけども、この活動を始めてから、うん、他にも部屋での体験談など増えたので、はあ、もう自分に霊感が目覚めてしまったとしか、ね、思えない。もう諦めもついてるんですけども、うんうん、まあいろいろあるのでお話今度また投稿しますね、ということで締めくくられていますね。すごいな、思ってる色だから赤っていうのは多分怒ってるってことなんでしょね、うん、で黒やからちょっとね、うん、まあもう、なんちゅうのかな、みたいな、ダメージを受けてるけど、なんだろう、なく、く、くちかわすくさーみたいな、くすんだ色というか、うん、悔しさみたいなとこなのかな。黄色はただ口臭かっただけでしょ。それは口臭を表す。そこだけ口臭なんかいって思うじゃん。青は酒残ってるでしょ。いやいや、前日の。前日、前日、いや、それは何青と黄色だけ体調なの。いや、他は感情でそこだけ体調で、ややこしいよ、お前。黄色もなんか乗せろよ、なんか嬉しい気分とか、元気な気分とかでいいじゃない。なんでこうしなったのかなと思いますけどね。これ珍しいお話でね。いや、すごく非常に面白かったですね。思いますね。みたいな感じでございました。はい、ということで、投稿会談会以上でございます。どうもありがとうございました。では、続いての次の投稿会談。投稿会談です。これ怖いよね。めっちゃ怖いじゃん。いいですね。いいですね。面白いな、やっぱ。面白いな。良きですね。マジ不思議プレゼンツ。怪談に夢を。その手で掴み取れ。いや、新しい企画思いついちゃったんですよね。怪奇宴を復活させようと思ってたんですよ。
ただ今回のイベントはもう今までの従来のものではなくて、圧倒的にみんなにスポットライトが当たる企画にしたいんですよね。怪談によって人生が180度変わる、なんかこの奇跡に近いこの体験をですね、皆さんにもぜひ味わってほしいなと思ってます。この大会の中で新しくみんなにすごいねって言われる話きっと出てくると思うんで、それにすごく僕は期待しています。東高階段で人生を変えろ、賞金総額186万円、詳しくは URL から。一番怖かった、マジで。あれやばいよね。やばい。